はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーフランチャイズモードの続きやってまいります。前回はですね、ご覧のようなアフリカゾウさんたちの飼育エリア作りましたね。すごく大きいですね。実はね、もう赤ちゃんもいるんですよ。なんか基本的にこのゲームに出てくる動物さんのお目目ってすごく可愛い。やだー、可愛いって感じですね。それで今回何をしたいのかと言いますと、こちらですね、もうすでにちょっとフェンスできてるんですけれども、ここに、ある動物さんを入れたいんですね。あれ、なんかちょっと霧がかってんな。ん？怪しいなこの天気。まあいいや、何でしたっけ。そう、ちょっとここに動物を入れたいのですが、今回はですね、特殊な飼育エリアを作らないといけない動物なわけですね。あー、やっぱり雨降ってきたよ。やっぱりな。まあいいでしょう。今回飼育したい動物は、どちら様かと言いますと、はい、こちらのね、カバさんでございます。カバさんね、大きくてね、可愛いよね。なんかね、タプタプしてそうだよね、お腹のあたりとか。意外と筋肉質なのかな、それともわかんない、触ったことないから。で、先ほど特殊な飼育エリアを作らなければいけないと言いましたが、これがどういうことかと言いますと、こんな感じです。陸地の範囲が1400平方メートルなのに対し、水の領域、池ですね、池も同様に1004平方メートル必要なわけです。そう、飼育エリア全体が半分陸地、半分お池でなくてはいけないということですね。ちょっとね、頑張ってやってみましょうか。ただね、だいぶ雨がひどくなってきたな。ちょっと雨が止むのを待ちます。せっかくなので雨が止むまでゾウさんの様子でも見てますか。可愛いですね、本当に。親子で固まってね。お父さんはずっと樽を角でつついてるけど、おー、たくましいうんちだ。たくましいうんちってなんだ。はい、朝になりました。おはようございます。それではフェンスの方から作っていくのですが、ちょっとね、もうちょっと広くしようかな。これぐらい広くていいんだよね。はい、こんなもんかな。これでどれぐらい広さがあるんだろう。チェック。陸地エリア3740。ああ、まあまあいい感じですね。こっから水のエリアを作るんで、まあ多少狭くなるってわけですよね。そしたらどこにお池を作りましょうか。そうだな、この辺りにしようかな。この辺りにちょっとくぼみを作って、よいしょ、どうだろうかな。ちょっと水張ってみますか。ほい、あー、こんな感じか。お、結構大きいね。どんな感じなんでしょう。おー、1303。あ、いいね、バランスいいかもしれない。ちょっとこれでいこうか。うん、そしたらこっちの歩道もちょっと伸ばしましょう。ちょっとこうやって伸ばして、でこう伸ばす感じでいこうか。どうでしょうかね。こうやって見れる感じにしてみました。うん、でスタッフさんたちが歩ける道路をまた今回もね、下にこう設置します。で、まあちょっと今は適当でございますが、とりあえずこんな感じで設置と。 OK で、ちゃんと車が入るためのゲートも、そうだな、ちょっと今回はここに設置して、で、もう一箇所は、こっちかな？こうかな？よし。レールはね、まだ敷かないですけれども、まあ、そうだな。イメージとしては、こういう感じで、つなごうかなっていう風にしてます。もうちょっと広くしようかな。今回もちょっと道路に沿うように作りたいんで、この辺りかな。で、ちょっとコンクリートの壁を張り直しますね。よし、OK。あ、いいですね。うん。うん、ちょっとだけ作り直しただけでもだいぶ広くなるんですね。いいですね。よし、そしたらマーケットを見ていきましょう。どれどれ、どんな感じなんでしょうかね。今回はですね、保護クレジットたくさんあるんで、割と高い個体を買ってもいいかなとは思っております。お、この子ちょっと高いけれどもだいぶいい数値ですね。じゃあこの子買いましょう。はい、購入と。そしたらメスも買いたいですね。メスもちょっと高めですけれども、この子買いましょうか。すごくいい数値だね。すごいね。じゃあこの子も買います。はい、購入いたしました。そしたら今回も早速飼育エリアに入れて様子を見てみましょうか。おっと、いけない、飼育員さんを雇うのを忘れてた。ちょっと来る前に雇っておいてと。あと小屋ですね。よいしょ、小屋も作って、
休憩できるところも作っておきましょう。ポイ。オッケー。はい、やってまいりました。カバさんでございます。お、すごい落ち着かない様子。早い早い早い。いやー、やっぱり大きいね。大きいね。君、大きいね。おー、すごい。かわいいなー。いやー、いいですね。あれかな？ちょうど、この上にある歩道が影を作ってくれて、その影で日向ぼっこしてんのかな。オッケー。ちょっとなんか今いろいろ衝撃的でしたけど、まあいいや。そうか、カバさんってそういううんちの仕方をするんだね。結構あれなんだね。やっぱり水生動物としての一面があるから、それがこういうところに出てくるんだね。おや、早速泳ぐのかな。泳ぐんかい。泳いでみて。いいですよ、いいですよ。泳いでるよ。泳いでる、歩いてるな。お、泳いだ泳いだ。あー、かわいい。あ、ウフウフ言ってる、ウフフ言ってる。もう一匹の方はなんか見てるのかな、泳いでる姿を見てるのかな。私には見えねえけどな。よし、そうしましたら環境づくりしていきましょう。あー、水系エリアちょっと狭いんだね。じゃあちょっと直すか。時間止めておきまして、でちょっと水も一回止めます。あら、やだ、丸裸か、やだ。そしたらこっちの方に少し水が入るようにしようか。ただこれじゃまだ狭いよね。こっち側もちょっと水にしようか。で、こっち側ももうちょっと伸ばしてと。こんなもんかな。よし、じゃあちょっと水張り直してみるか。あー、水張り直せない。カバさんがここにいるからか。じゃあちょっとごめん、カバさんに一旦どいてもらおう。あ、箱の中に入れたら一応水張れるのね。で、こんな感じにぷかぷか浮かぶんだね。こっから出せんのかな。ほい。あー、そっちに移動したんだね。あー、よかったよかった。果たしてこれで足りたでしょうか。おー、ギリ足りた。よかった。そしたら、あと下の方の地形分布も、いじりましょう。土、そしてロックが、もうちょっとだけ欲しいみたいですね。じゃ、土をちょっと上げて、具の部分も増やしますと。こんな感じでしょうか。あ、全部緑色になった。オッケー。あとは、ハードシェルターや充実品なんかも置いてあげたいですね。ハードシェルターのこの微妙な 68% って数値は一体何なんだろうな。あるかないかっていう0100の問題だと思ってたんですけれども、こういう中途半端な数値が出てくるもんなんですね。ああ、カバさんの寝てるところってすごく可愛いな。足をね、こうやって横にこう、フェってこう出してるのがすごく可愛い。この感じがすごく可愛い。いやー、いいですね。本当はね、ちょっと夜の間にこういうハードシェルターを作っておいたんですけれどね。まあ別にね、どこで寝てもらったっていいんですよ。うん。一応ね、ちゃんとベッドは用意したんだけどね。どこで寝たっていいんですよ。そしたら先に、歩道の方を完成させちゃいます。と、真ん中にあるこの突き出た歩道はですね、ちゃんとこうやって伸ばしてと。よいしょ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 、ガンガン伸ばすぜ。はい、こんな感じ。うんふん。ちょっと伸ばしすぎたな。これくらいか。ちょっとね、柱がないんで、ものすごくね、構造的には不自然なんですけれども、まあ、ゲームのパワーってやつですね。ゲームのパワーです。それでこちら側、アフリカゾウさんが見える方の道路。こちらもちょっと伸ばしていきます。こうしてと。こうして、それで、こっちに、こうね、上に通るようにしてと。ほい。オッケー。よし、いい感じっすね。よし、そうしましたら、今はこのコンクリートの壁になってますが、これも、はい、これね、例のやつをやっていきまーす。はい、どうでしょうか。とりあえず、一周作ってみました。まあね、シリーズ通してご覧いただいている方にとっては、あ、いつも通りのことやってんなって感じでしょうけれども、でもね、実際作ってて思ったんですけどね、この岩壁のせいでね、なんか池っていうより、まるでプールみたいになっちゃったんですよね。わあ、なんか引きで見ると余計プールみたいになっちゃったな。まあいいか。
はい、そうしましたらこんな感じで充実品の方も置いてみました。さっき置きましょうって話したのにすっかり忘れてました。あのね、こんな感じで今まで置いたことがないようなものもあります。これ今ちょうどね、カバさんがつっついてるの、これジャイロっていう充実品なんですけども、これは何だろう、この円形の部分がコロコロ転がって回ってる姿を見て楽しむのかな。まああとはこすりつけ棒ですね。こすりつけ棒、今回はね赤と白のなんかすごくいいカラーリングのやつ、まさかそれでお尻を拭くとか言うんじゃねえだろうな。あとはご飯を食べれるところと水を飲める場所ですね。うん、水を飲める場所って言ってもこっちに水があるんであんまり意味ないのかなとは思いますけれどもね。もうちょっといろいろ置いてみましょうか。泥風呂とかありますよ。泥風呂どこで楽しんでもらおうか、この辺りに置いてみようか。はい、あとなんかもうちょっと置いてあげたい、この滝と金属枠ってなんだ。おお、なんだこれ。あ、もしかしてここで滝、あーそういうやつか。わあ、これ楽しいやつだ。でもな、もうちょっと正しい置き方してあげたいな。どうしよう。そうだな、じゃあこの辺に置いとくか。とりあえずね、様子見ということにしておきます。あとちょっとこういうのも置いてあげて、よし、こんな感じでたくさん置きましたね。うん、ただカバさんって結構のんびりしてるんで、なんかそこまでねアクティブに充実品で遊ぶ姿って今のところ見られてないんですよね。まあいつかね見られたらいいな。はい、今ちょうどね、彼があくびしてる瞬間をね一時停止して見てるんですけども、結構やっぱりカバさんって言ったら歯とかも興味深いところですよね。いやーすごいですね、こういう歯の配置をしてるんですね。この前にある歯で噛みちぎって、奥の歯で砕いてこうもぐもぐする感じなんでしょうかね。そもそも何を食べるのかさえいまいち分かってないんですけれども、でもすごいね、やっぱりねこんだけ顎が開くっていうのがやっぱりカバさんの特徴ですよね。はい、ちょっとねさすがに顎が疲れそうでかわいそうなんでちょっとオンにします。はい、ご苦労様でした。早速ご飯の時間ですね。飼育員さんがご飯を運びに来てくれました。あー、そっちにつけるのね。はいはいはい、ハンギンググレザーフィーダーっていうところに今ご飯を設置してくれましたね。ちょうど彼らがじゃあ食べる瞬間を見れそう。あー、なるほど、こうやって食べるんだね。かわいいなー、やっぱり。あれ、もういいのかな、もうお腹いっぱいなのかな。あ、待って、この子もうお腹の中に赤ちゃんいるのか。あー、そうか。9月に生まれるからもうあとちょっとですね。そうか、せっかくなので今回もそしたら赤ちゃんが生まれる瞬間、誕生の瞬間をね見守ってあげたい。さて、間もなく出産するんではないでしょうか。うん、ちょっと夜で暗いんだけれども、ちゃんと見れるかな。さあ、そろそろ生まれるはず。あれ、なかなか生まれないな。へえ、どっから来た。え、あれ、いつの間にか生まれてた。おー、どっから来たかわかんない、コウノトリさんが運んできたみたいになってる。はい、ちょっと暗くてよく見えなかったんで朝を待ちました。この子が新しい赤ちゃんですね。うん、かわいい。名前がちょっとよく読めないな、わかんないな。そうだな、読めないんで最初の3文字だけにしよう。はい、えのちゃんにします。えのちゃんですね。えのちゃんよろしく。いや、いいですね。おや、なんだ、とんでもないことになってるぞ。カバさん大丈夫。ジャイロの遊び方間違えてるって、それ違うって。飼育員さんもなんかしてあげてよ。赤ちゃんが生まれたことに興奮したんでしょうかね、どうなんだかわかんないですけど、でもこうして赤ちゃんが生まれただけでだいぶ賑やかな感じになったな。そしたらもうちょっとだけ作り込みましょう。もうちょっとだけお付き合いください。この端の部分、先ほどもねちょっとツッコミ入れたんですけど、ゲームのパワーがやっぱり明らかに強すぎるんで、やはりちょっと柱っぽくした方がいいですよね。うん、こんな感じでいいでしょう。 OK、 ちょっとね、あ、なんか下から見ると変だね。はい、ちょっと一夜また明けまして、夜の間に、結局、ここにあったね、ハードシェルター、一度作ったハードシェルターは消しました。で、その代わりに、ここに泥遊びができる場所を設けて、ここで遊んでもらう感じですね。早速遊んでくれるのかな。
あ、遊んでる。お、あ、泥にまみれてる。あ、体に泥が付着してるぞ。すごい。体に泥をつけたまま走り回ってる。これを洗い流すのかな、もしかして泳いで。え、止まったぞ。いやいや、いいですね。面白いものが見れましたね。ただね、それと同時に一つ問題を見つけてしまいました。やはりね、カバさんね、影になるところが好きなんでしょうね。このね、ちょうどね、歩道の下にね、いつもね、こうやって寝ちゃうんですよね。それの何がまずいって、お客さん、この歩道の上にいるお客さん何も見えないってことですよね。これなんとかしないとまずいっすよね。さすがに思い切ってこの真ん中のこれ消すっていうのもありなんですよね。考えてみたらこの高さじゃ車も通れねえしな。よし、わかりました。じゃあこれ消そう。消す。ごめんなさい、お客さんたちと。はい、綺麗さっぱり消えました。柱だけ残ったって感じですね。そしたらこの橋もね、消しましょう。はい、綺麗さっぱり消えました。1個だけ残ってた。よし。そうなってくると結局やっぱりハードシェルターがなくなってってしまうと。じゃあ岩のハードシェルター作ってあげましょう、彼らのために。岩のハードシェルター、そうですね、以前のハイエナさんみたいに、マジックミラーで見れるような作りにしましょうか。はい、できました。どうでしょうかね。これで一応ハードシェルターの方はまた、97% まで復活いたしましたね。一応泥遊びができるというテーマで作ってみました。お客さんもですね、外側からこんな感じで覗くことができます。一応マジックミラーになってますんで、川さんはですね、お客さんたちの目を気にすることなく遊ぶことができる仕様になっております。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日はですね、ご覧のようなカバさんたちの飼育エリア作りました。それで、コミュニティチャレンジの方ですね、エレファンタスティック、期限を迎えてもう終わってしまったのですが、残念ながらですね、私の個人の貢献、一頭も野生に戻しておりません。こうして飼育エリアを作ったものの何もしてあげられませんでしたね。こうやって今までのやり方を見てみると、このね、仮の飼育小屋に住ませてる動物たちのコミュニティチャレンジの時って必ずね、全然貢献できてないんですよね。逆にね、こういう風にちゃんと飼育エリアを作った、ニホンザルさんなんかはね、結構いい具合に貢献できたんですよ。それは実はね、あのリカオンさんの時も同じことが言えて、エリアを作ったからコミュニティチャレンジがかなりいい具合に貢献できたと。なんでしょうね、やはり仮の飼育エリアを作ることに対する呪いかなんかがかかってるんでしょうかね。次のコミュニティチャレンジまでにね、ちょっとこのあたりのやり方について考える必要がありますね。それではね、次回以降も、とにかくこのアフリカサバンナエリアをね、どんどん作っていきましょう。ぜひね、続きの動画も上がりましたら、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。